黒船サプライズは日本の競争馬。馬名の由来は父名驚いた。主な勝倉は2013年中リップ賞。デビューは8月4日の小倉競馬場の死は線、2 0 0メートルの二歳新馬戦。先行するも4着に敗れた。続く8月25日の小倉の未勝利戦は先行抜け出しで初勝利を飾った。しかし連投で臨んだ。 小倉二歳ステークスは出遅れて、前へ行けず9着に敗れた。10月13日の林道賞はスタートよく、早々に抜け出すと、そのままトップを譲ることなく、逃げ切って2勝目を飾った。そして暮れの阪神ジュベナイルフィリーズは、道中2番手追走し、最後の直線で一度は先頭に立つも追い込んできた、ローブティサージュにかわされ、差し返そうとする粘りを見せたが、首差の2着に敗れた。 チューリップ賞では、新馬戦以来となる、竹豊とコンビを組む。スタート直後は先段にて、束の様子を伺っていたが、逃げ馬がいないと見るや抜け出して、先頭でレースを進める。最後の直線で、人気馬が、後方から追い込むものの上がり34.7秒の、足でむしろ突き放し、2着以下に三馬新半差をつける、圧勝で3勝目を挙げ、重賞初制覇を飾った。 王家賞前賞戦において、他の人気馬が結果を残せない状況が続く中、本番と同一条件の阪神ジュベナイルフィリーズ、チューリップ賞において、それぞれハイペースで他の先行馬が崩れる中粘っての2着、スローペースで先行し突き放しての1着と、安定した成績を残したことが評価され、混戦と言われた第73回王家賞では2.8倍の1番人気に押された。 7枠13番の外枠から、まずまずのスタートを切ったが、序盤がかり君でレースを進めたことが災いし、4コーナーで先頭に立ち自分の形に持ち込むも、直線なカバーで追い込んできたアユさん、レッドオーバルにかわされ、差し返す気力を見せたがここで力尽き、最後は、プリンセスジャックにも首差でかわされ4着に敗れた。安城の竹豊は、自身の持つ、 大箇所賞最多勝利数の更新は叶わず、レース後、四角からは、いいリズムで走れたが、前奏ほどの反応がなかった。途中で力んだ分かな。残念ですと、悔しさを覗かせた。自奏は当初 NHK マイルカップも視野に入れていたが、レース後のダメージと回復期間を考えオークスに向けて、巻き返しを図ることになった。オークスは、デニムルビー、レッドオーバル、 あゆさんに次ぐ4番人気となる。レース前から逃げを宣言していた陣営の言葉通り、8枠16番から、スタート後1コーナー手前で早くも先頭に立つと、最初の1000メートルを59秒1のペースで飛ばし、後続を引き離したが、徐々に差を詰められ最後の直線の幅までに後続に、捉えられるとそのまま後退し、12着に沈んだ。レース後、気球の際に、 左前足の歩み様に違和感を感じたためレントゲン検査をした結果、左前足の膝を骨折していることが判明した。黒船サプライズが左前足の骨折から復帰したのは11ヶ月後の阪神品馬ステークスだった。4コーナーまでは先頭だったが直線で失速し発着に終わった。続くビクトリアマイルではビルシーナに先頭を奪われて2番手からの競馬となり、 直線に入ると全く伸びず、14着と大敗を喫した。続く、中京記念では、なんとか先頭に立つことができたものの3コーナーを過ぎたあたりから早くも失速し、14着に敗れた。復帰後、芝で参戦したものの掲示板すら乗れない状況が続いたため、黒船サプライズが自走に選んだのは、ダートのオープン特別、アソステークスだった。 藤岡祐介との初コンビ、初のダート戦ながら3番人気に押されたが、4コーナー手前で失速し15着に終わった。そして、10月3日、調教中につまずき転倒。錯乱した黒船サプライズは、安城の調教助手を振り落として逃走すると、カーブを曲がりきれずに商用馬道の拉致に激突してしまう。それによって、左第3、 中手骨開放骨折を発症したために、予後不良となり、安楽死の処置が取られた。ありがとうございます。